今回の、 あの動画はね、ヴィンテージシャネルのクラシックシリーズの種類を紹介したいだと思います。じゃあ1番目はこちらの2つを紹介したいだと思います。こっちがクラシックラップのサイズ23で、こっちがサイズ25になります。でも最初は23センチしかなかったですよね、25センチしかないんですけど、今はね、23があるから、23、25、実はね、ダンボとマクシでございます。例えば、ビクトリア・ベッカム、なんか90年代でこれかけて、あの時めちゃくちゃ流行りになってたんですけど、最近がまた流行るよね。そうそうそう。あとサイズはね、パッと見たら2つともすごくでかく見えるなんですけど、でも実はね、こっちの方が30センチで、こちらの方が34センチでございます。若干サイズ感違うんだよね。サイズで比べたら、こちらの方はマクシで、ジャンボはこんなくらいのね、意外とね、結構意外に割とあります。本当に今のシャネルではこのビッグココマークじゃないから、もうないんです、はい。もう今 の、 あのマクシとか、あとジャンボというとか、本当にこういう感じのデザインとそっくりで、ただ大きく見えるサイズでございます。ぜひもう一つバッグをおすすめしたいなと思います。それは、これはね、私はこれは結構個人的に一番欲しいと思ってるバッグで、まあ、私クラシックフラップは25派なんですよ。うん、こうちゃん、私23派です。そう、私ね、結構荷物が普段から多いから25派なんですけど、うん、その25以上にこっちはね、たくさん入るので、これが個人的に一番欲しいなと思います。ちょっと25と比べてみたいから、25持ってもらっていいですか？こんな感じです。そう、ちょっと高さが違うのね、うん、ベースのサイズはね、一緒なんですよ。そう、実はどちらも25センチの横幅で、だから、ただ高さが4センチぐらいこっちの方が高いので、それだったらこのスクエアタイプのクラシックラップでもいいのかなって私は思います。うん、で、私に13センチの方をおすすめしたいの理由は、まずはこっちの方が昔から今でも一番打てるのなんかサイズだと思います。もちろんプティキューだけでもあって、うちの自社サイドでも一番打てるのはあの23センチ。なんでかんだ23選ぶ人が多いよね。本当に多いです。まずはね、あの元々こっちのマットはダブルチェーンでデザインしてるのですから、もともと斜めにかけてできないなんですよ。でも23センチの方はサイズは本当にちょうどいいで、春夏の時薄着と合わせて斜めにかけても全然いけるだと思います。あと、まあ、あのこちらのサイズ本当に身長と関係なく誰でもかけれる の、 あのこのサイズだと思いまして、ちょっと小柄の方でも、あの高身長の方でも誰でもかけれるだと思いまして、あと中財布も履いたらぴったりなサイズだと思いますよ。一応ちょっと小さく見えるのバッグなんですけど、最低限の荷物一緒に入れても全然いけるなだと思いました。これはおすすめしたいな理由です。サイズについてちょっとやはり試着してみたいなら、ぜひうちのショールームで試着して見てみてください。こういう感じのクラシックラップでございます。じゃあ次はね、あのこの2つ紹介したいなだと思います。あの大きめの方がスクエアっていう名前になります。はい、こちらの方はスクエアミニってよく身にまとってという名前なんですよ。そうですね。そう、こちらの形が今もうブティキで売ってるなんですけど、デザインというよりか形はね、ちょっと違う、ね、ちょっとだけ違います。こっちがヴィンテージの、ミニマトで、こっちの方は今ゲイコーヒーのミニマトでございます。全然違います。全然違う、まあ、遠目から見ても全然違うの分かると思うんですけど、近くで見るとより一層ね、全然違うよね、はい、個人的には私絶対こっちがいい。私もそうなんかやはり僕に働いてる、はい、赤持ちしたいな。私絶対ヴィンテージの方をおすすめしたいなので、でもちょっと可愛く、あの派手すぎるというか、ちょっとキラキラすぎないのをイメージを作りたいなら、ぜひこの健康品の方を見てみてください。これで、あ、個人的なね、好みとかも違うし、あれなんですけど、そうなんですね。でもこっちの方も可愛いな。サボンがすごく
触った感じすごいいいですよね、うん、めちゃくちゃいいです。すごく柔らかいんで、こういう感じの2つでございました。こちらの2つについて の悩み相談、うん、すごくよくいただいて、ね、確かによくいただく、よく聞いて、あのこれサイズパッド見たらほぼ同じで何が違いますか、うん、とかよく聞いてくれるんですけど、でも私個人的には逆にこの20センチの方が気になってます。そうなんだ。そう、あの意外かも、うん、なんかちっちゃいバッグのイメージなんで、こっちだったかと思います。はい、あの確かにこっちの方がいつもすごく人気があるなんですけど、うん、でも携帯とかも入れてるし、あと私の財布ね、あのすごく微妙なサイズなんですよ、うんうんうん、なんかすごくミニ財布じゃなくて長財布じゃないし、割とちょっと大きさがあるの、あの財布でも全然入れるだと思います。特にこっちの方が肩にショートバッグとして本当に何だろう、バランスがいいだと思います、うん、こっちの方はかけれるは一応かけれるけど、でもちょっとサイズ感がねちょっとちっちゃいので、そうなんですよ。でもこれもね可愛い、うん、可愛い。だから私個人的にはこっちの方がすごい好きで、はい、あの私荷物は普段多い派なんですけど、うんうんうん、でも多い時は多いけど少ない時は本当に少ない。あ、わかります。お財布とかも持つんですけど、全然カードケースだけでも外に行っちゃうような人なので、うん、もう大きいなら大きい、ちっちゃいならちっちゃいみたいな感じが好きなので、私はこっちのサイズの方が好きかなって思ってます、うん、そうなんですね。はい、では次はこのダイアナちゃんです。こちらはあの23センチと25です。私ならね、もしクラシックファッドを選ぶなら私ダイアナ派です、うん、それはすごくわかる。この名前、うん、なんではダイアナフラップというの理由が皆さんわかりますか？はい、クイズタイム。はい、わかります。はい、ダイアナ妃が、皆さんご存知のダイアナ妃がこのバッグを持ってフランスを訪問した時かな、はい、このバッグを持って登場して、そこから火がついて人気になったので、あの、はい、通称ダイアナフラップと呼ばれるようになりました、はい、ダイアナ派になってたの理由は、うん、もちろんシングルチェーンでございました。もちろんあのダブルチェーンがとても可愛いなんですけど、でもたまにあの手が空いてない場合は、うんうんうん、やはり斜めにかけたいなってだと思いまして、こっちの方はシングルチェーンでもちろん調整ができるなんですから、あの斜めにかけてもできるし、ショルダーにかけても全然いけるなだと思います。こういう感じのデザインで、あの形はねちょっと柔らかく見えるデザインだと思います。そうそう、このエッジの部分がちょっと丸くなってるので、うん、やっぱちょっとフェミニンに見えますよね。そうそうそう。あとこちらの方はね、ダイアナ妃あの時使ってたのサイズは25センチでございます。25センチはちょっと大きく見えるんだから、あのダイアナ妃もともとちょっと高身長の方なので、うんうんうん、のこのサイズとぴったりだと思います。だからね、こっちの方を23おすすめしたいの理由でも、うん、誰でもかけるのサイズだと思います、うん、はい、そう、私はね個人的にこの25を持ってるんですけど、あの私の身長が別にそこまで高身長でもないし、うん、そこまで低身長でも、身長160真ん中ぐらいなんですけど、私の身長的には多分両方結構ね全然大丈夫だと思うんですよ。似合うと思うんですけど、でもやっぱりその大きさがあるバッグの方が、まあ、普段のスタイルとか普段のファッションに合うかなって思って25を常にねつけてます、押してます。あとこっちの方はね、逆に今 iPad mini また出てきましたなんですよ。なんか全然入りますね。あの日常の生活とか日常の仕事って iPad とか iPad mini を使うの必要があるのかとかいらっしゃいました。多分25センチの方がいいと思う、うん、これをおすすめしたいの理由が、本当に代表的なヴィンテージシャネルバッグという存在だと思いまして、そしてあのもしみんな今視聴者様、うん、あの今みたいな視聴者様がもうすでにクラシックフラップを持ってっても、これを購入しても全然構いませんね。こっちの方はシングルチェーンだから、元々の機能違うよね、うん、そう、なんか使い方がもっと1個増えますなので、あのあと形も割と違うんだと思いますから、全然被れないだと思いますよ。あともちろん今までシャネルが購入したことないの方、ファーストシャネルを購入したいの方がいらっしゃる。ファーストシャネルでこの率多い、本当にこちらは3番目 の、うん、あのダイアナフラップというの形でございます。あの最後はこの4つ一緒に紹介したいなと思い
じゃあフルフラップから、まあ、両方ともフルフラップなんですけど、うん、フルフラップって実は2種類あって、このターンロックのバージョンのフルフラップと、このプッシュロックのバージョンのフルフラップがあります。で、あのね、なんか何が違うかって言ったら、まあ、全然違うんですけど、あのターンロックのバージョンはここ街がねすごいね、広いです。でプッシュロックの場合はちょっと狭めなので、ね、こうやって並べてあの見ると分かるんですけど、こっちの方が全然狭いから、荷物がね、荷物をたくさん入れたいっていう方はこっちのターンロックの方がおすすめです。チェーンも長さ違うね。こうやって比べてみたらチェーンの長さも全然ほら、はい、全然チュラに収まってないもんね、ほうちゃんの方の、うん、そう、うん、もう完全に。もう一個の違いがこっちがね外縫いになってます、はい、このプッシュロックのバージョンが外縫いになってて、ターンロックのバージョンは内縫いです。だからこのバッグね、実は大きく見えるんですけど、中に入る容量でいうとそこまでね入らないんですよね、大きさに比べて。ただいいところは外縫いなので、あの形崩れしない、しにくいですね、はい、でも実はね、こちらの方はもともと本当のバッグではなくてチェーンウォレットなんですよ、うん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 、だからあのチェーンウォレットと考えたらやはりスモーレザーグッズコレクションだと思うんで、値段っていうのは、値段はめちゃめちゃお買い求めやすいです。こっちに比べて全然断然違う。そう、うん、コスパ重視だったらね、うん、コスパ重視するなら、あのやはりこちらのプッシュロックの方がいいかと思います。スナップ、このシリーズ、他のシリーズと比べたら本当に手に入りやすいような値段だと思いまして、うん、クラシックあのシリーズの中だとこのフルフラップが一番ね、お買い求めやすいお値段なんじゃないかなって私は思います、うん、本当に本当に、うん、あと割とシンプルめなデザインだと思いまして、あの日常なあのコーディネートと本当に似合いやすいだと思います。いい意味であんまり派手すぎない、はい、うん、でこっちが普通 の、はい、あのフルフラップで、こっちがミニのフルフラップになります、はい、でも今までさ、あのミニフルフラップが色味がたくさんあったことがあります、うん、黒とあとベージュとか白い、こういう感じ定番の色だけではなくて、赤、真赤とネイビーとかダークグリーンもあったことあるので、バーガンディ色みたいなのもあるよね。そうそう、もし色味に対してすごく好みがあるの方がいらっしゃいましたら、ぜひこのミニのフルフラップを見てみて。プッシュロックバージョンの、フルフラップはベージュと黒ぐらいかな、あとは、まあうん、レッド、赤があるくらいかな、うんうんうん、ちょっと違うんで、うん、その色のバリエーションがあまりないので、まあ、あのニュートラル系な色とかちょっと落ち着いているのがお好きって方だったら全然これでもいいんですけど、バリエーションあんまないよね、うん、確かに。一つはね、これがすごくミニサイズに見えるなんですけど、実はね、こちらの横幅は先ほどご紹介してたの、あのスクエアフラップと同じで、うん、横幅は20センチでございます、うん、20センチなら意外にちっちゃく見えるのにね。そうなんです、高さはねちょっと高くないに見えるなんですけど、携帯と、うん、携帯だけで入りたいのは全然入れると思います、うんうんうん、本当に。私個人的にはこのターンロックじゃない方のプッシュロックの方が好きで、それもまあ普段のファッションなんですけど、このねちょっとなんて言うんだろう、ボクシーな感じの形がすごい好きで、あと形崩れしないっていうのも大きいって、私思ったら、はいはい、だからこの外縫いのすごい固めの、わかるかな、ちょっと押してもそんなに形が変わらないっていう、うん、そうこっちの方がちょっと柔らかみがあるんですよね。そうなんです、だからあの外縫いのこのバッグ、このプッシュロックタイプの方が個人的には好きかなって思います、うん、そうですね、プッシュロック、そう、見てみてください。今日の動画はここまでです。あのご視聴いただきありがとうございました。あのチャンネル登録も忘れないでください。